485系、リゾート山鳥による快速谷川岳モグラループ号が運転されました。JR 東日本は、今日18日、夏の臨時列車として、485系YD01 編成、リゾート山鳥による臨時快速列車谷川岳モグラループ号を運転しました。快速谷川岳モグラループ号は、大宮駅から高崎線、上越線を走り、越後湯沢駅へ直通する便利な臨時快速列車です。停車駅は、大宮、上尾、桶川、熊谷、深谷、高崎、新米橋、渋川、水上、湯比祖、土合、越後湯沢です。下りホームから地上の改札口まで、486段の階段があり、日本一のモグラ駅として、有名な土合駅では、駅観光のための停車時間が確保されています。快速としての運行は、夏の臨時列車をもって終える予定で、秋の臨時列車からは特急に格上げられます。また、特急化することに伴い、E257 系の充当になることから、485系リゾート山鳥の充当は、今月25日に終了します。今回使用された485系リゾート山鳥は、在来線特急型車両、485系電車を改造し、乗って楽しい列車として2011年にデビューした車両です。愛称は、群馬県の県庁である山鳥に由来し名付けられました。今日18日は、多客輪として、大宮から越後湯沢間を、片道約3時間かけ往復しました。谷川岳モグラループ号は、快速として、今月23日、25日にも運行されます。秋からは特急化される予定で、10月30日より運転されます。これで、9月18日の KAB ニュースを終わります。